両選手を集めました。WBC 世界ストロー級タイトルマッチ12回戦、今第1ラウンド開始のゴングが鳴りました。赤コーナーから登場、白いトランクスがチャンピオンのチェ・ジョンファン。さあ先、おチャンピオン、ひっくり発です。もう一発、左フック、ちょっと赤くなってきました。チャンピオン、右左、パンチですね、はい、なかなかその自分のですね、持ってる力を出してきたんですね、はい、今度は左ジャブの連発、落ち合いになってきました。チャンピオン、左フック、チャンピオンアッパー、大橋の左フックを返す、大橋右フック、左フック、第2ラウンド残り時間がほとんどありません。ここで第2ラウンド終了、チャンピオンのチが取りました。さあチェの、さあまた接近しての打ち合い、挑戦者の大橋はこの試合に備えまして60ラウンドのスパーリングを行ってきました。今チャンピオンのチェに対しましてレフェリーから注意が与えられました。さあまた打ち合いになるか、チャンピオンが攻める、チを相手に浴びせているというのはこれはジャッジのにとりましてもね、非常に印象が良くなりますよね。そうなんですよね、ええ、確かにチャンピオンも低カスは出しているんですが、まあ無駄打ちが多いということですよね。はい、そうですね、ええ、大橋で、大橋アッパー、アルバトランタ、もう一つ右、いいですね、はい、正確に当ててますよ。チャンピオンも打ち返す、キムトレーナーはあんまりそういうことを言うなと、ゆっくりやらせろと他のトレーナーを制しているようですね。あ、そうですか、意見がかなり分かれているようです、はい、大橋の動きにかなりセコンドも慌てているようですね。そうですか、さあ接近戦になった、打ち合い、右フッカー空振り、大橋チャンピオン連打、大橋まっすぐ下がってはいけない、まっすぐ下がっていけないですね、はい、回らないと、そうですね、さあチャンピオンが出る、細かいパンチを浴びせる、大橋冷静になってほしい、さあどうか、冷静に戦っていると思いますよね。そうですか、ですからその大きなパンチを打たないということでしょうね、はい、冷静に生かしたい、あるいはまた逆に中に飛び込ませたい、こういった意見が2つに分かれているようです。さあ今度はアッパーの応酬になったチャンピオン、そして何と言いましても日本中のボクシングファンの視線がこの試合釘付けになっています。いいですね、さあ後ろになった、はい、大橋的確に相手を捉えている、正確だ、右当たった、大橋、大橋右ストレート、大橋優勢です。ここで攻めちゃいけないですね、はい、やはりその小さいパンチで打たなきゃいけないですね、はい、チャンピオンもパンチを返す、レフェリーに備えまして去年の12月11日から非常に対照的な両国、日本の北はパンチのある相手だなというのは分かるでしょうね、分かりますかね、あった、激しいなった、チャンピオンがラッシュを滑ってる、しかし大橋レーザー試合がありましたから ね、あの過去の2回世界タイトル挑戦してるんですけど、はい、そのね、この距離でね、大橋が戦えばもう大橋のペースですからね、はい、大橋の右です、顔面を捉えました、大橋の右、大橋がここまで大健闘、チャンピオン出ないですよね、そうですか、さあチャンピオン右の服から左アッパー、しかし大橋もパンチを返した、大橋正確にパンチを割った、第8ラウンド終了です、そのままですね、はい、試合に出てるという感じですよね。そうですか、チャンピオンのチェも日本に来ましたから笑顔をずっと絶やしませんでした。さあしかしそのチェのガッ、大橋の右フック、しかし手が前に出る、さあ激しい打ち合い、大橋右フック顔面、かなりこのチャンピオンの見事ですが、ね、右アッパー見事に決まった、しかし左アッパー、左アッパー、チャンピオン絡みなくなつ、大橋の右フック、いいですね、そうですね、北尾さんどうですかこの展開は、いいですね、はい、左ボディーブロー、ああ左ボディーブロー、さあカウント8、最近ポーズを取った、まだ残り時間は1分、さあチャンピオンが出る、さあ大橋ダウン、またボディーです、ボディー、日本待望のチャンピオン誕生まれかどうか、勝てない、勝てない、鮮やかノックアウト、日本に待望のチャンピオンが誕生しました、大橋切り打ちやりました、米倉会場ともにガッツポーズ。